差しで仲良くならってもらっていいですか。ありがとうございます。お願いします。ってことで、はい、まあ、普段喋らない人たち同士が、はい、こういった機会をいただいて、はい、ありがとうございます。話をして、仲を深めていくっていう企画らしいですけど、はい、ほんと喋ったことないもんね。そうですね。ありがたいよね。こういう企画がでもない限りはさ、喋、はい、んないもんね。そうですね、はい、ケンさんとはお仕事で以前、ね、影山くんはね、はい、うんうん、ありますけど、鈴木大河が全然、ね、そうですね、ないない、確かに全然ない。結構なんで止まったのよ。そう、確かにないなぁ。全米仕掛けで動いてる、ね、ちょっと巻いてもらってもいいですか。全米、あれです、確かにそうなんですよ、うん、あの結構お話ししたことがなかったんで、うん、こういうタイミングいただけてすごく嬉しくて。全然ないよね。なんかその場所もあってか、結構もうなんか背筋伸びちゃって。場所ここが、はい、確かに。さっき2人だった時なんかすごいお見合いしに来たみたいな。なんで僕その待ってた時にこうそわそわしちゃって。どうしよう、どうしたの、ね、やっぱ場所もあって、はい、ちょっと緊張しちゃってますね。嘘、緊張なんかしなくていいんだよ。そうですか、うん、してる。緊張はしてますね。してないでしょ。いや、緊張してますね。嘘つけ。全然してますよ。嘘だよ、はい、でもちょっとあの僕ちょっと急にお話変わっちゃうんですけど、僕あのケンさんの YouTube 拝見させていただいてるんですよ、うん、じゃ ありがとう。ステンレスグラス使われてるじゃないですか、うんうん、ちょっとあの色が濃いめの、うん、あれ僕あのケンさんの YouTube を見させてもらってかっこいいなと思って、うん、自分用に買っちゃいました。買ったの。買っちゃいました。いっぱいでもあれ種類あるじゃん。はい、僕あのもっとシルバー味のあるやつを買いました、うん、でも形もいっぱいあるんだよあれ。あ、そうなんですか、うん、なんか僕が見た時あのケンさんが使われてた形しかなかったので、うん、嘘、はい、それをいっぱいあるんだよ。あのビール用とかいろんなのある。あ、そうなんですね。そうそう、俺はなんかちょっとああいうなんていうの、湯飲みでもいけるとか、うん、多分あれは大きい氷が入る用のやつ。あ、そうなんですね、うん、やっぱあれで飲むお水とか格別ですね。あれいいでしょ、雰囲気がもう。あれ、あのなんか二層構造になってて、はい、はい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 、朝まで氷が溶けない。そうなんですね、うん、もう防音じゃない。防音防音どういうこと。なんで耐熱とかその温度をってことですよね。二層構造になってるから、その例えばコーヒー牛乳、はい、カフェオレみたいなのを置いといても、はい、長時間置いといても分離しないってこと。氷が溶けてきちゃうからさ、うん、分離しちゃう。そうですね。それが朝まで、まあ実験でね、はい、やると朝まで一応最後まで氷は溶けきってない、まあ徐々には溶けてるよ、はい、徐々には溶けてるんだけど、ね、完全に溶けきってないんだって。あ、やっぱそうなんですね。ちょうどいいね。いや、カフェオレ好きだから。好き好きです。あれお酒飲む人いいと思うよ。そうですよね、うん、確かに、うん、たまにちょっと1日疲れたなって思うときはあれでもお酒飲みますね。飲むんだ、はい、何飲むの。僕は結構何でも好きですけど、うん、まあ焼酎とか結構飲んじゃいますね。焼酎、はい、焼酎好きなんだ、はい、しかも IMP 結構ね飲む人が、はい、そうなんですよ。鈴木くんは。僕はビールが多いですけど。ビール、あとはお茶割りとか飲むんで、やっぱ氷が溶けないっていうのはすごいありがたいですよ、ね、氷が溶けない、はい、うん、そうかそうか。確かに。お酒飲まれないんですか。お酒はね、もう熱っぽい弱いね。あ、そうなんですね。友達とかといたら、なんかその晩酌したいっていう人がいたら、はい、まあ一杯ぐらいはいけるけど、まあ基本的には何飲まれる。あんまり。いや、その人がビールって言ったら ビールとか。あ、その方に合わせて一緒に、うん。でもあんま飲めない、ね。本当ですか。あれですか、その味が苦手とかですか。いや、なんかそんななんていうの、お酒の力を借りずとも。はい、なんかテンション高くいられるから別に。そうそうそう、お酒飲ほらお酒を飲んでテンション上がるみたいな人いるじゃん。いますね、いますね。僕も結構そっちタイプです。そうなんだ、はい、ウェイみたいな感じ。あ、そんなんやないです。声がもうちょっと大きくなります。そうなんです。そうなんです。はい、結構笑なんかすごい笑ったりとか笑わない普段笑ってる、はい、笑わないことはないですけど大笑いしたりとか、うん、お三方は絡みとかってあるんですか。普段ない。普段はないですね。ない。全くないですか。一ミリもない。一ミリもない。一ミリ、そう。一ミリもそうですね。例えば鈴木さんありそうだったんですけど。いや、その最近僕その正月の 2B ハイスクールとか終わってから、そのケンさんのおすすめのご飯とかを聞いたりしてまして、うん、でいろいろ教えていただいて、うん、でその一軒。ケンさんがおすすめしていただいたお店に僕ら IMP で行ってきたんですよ、うん、
めさせていただきました。すっごい美味しくて。めちゃめちゃ美味しかったです。よかったです。5時間もいちゃいました。そうなんだ、はい、それはもうお店の人喜んでるんだすごい、ね、お話ししてくださっていっぱいお金落としてってくれてねえ確かにそうじゃないの、その日ね、レシートすごい長かったよね、すごく長かったですね、よかった、いや、はい、それはその店主の人も喜んでんじゃないのかな、そういうなんかご飯とかを今後ちょっと聞きたいなと思ってて、うん、教えるだけでいいと思う、ね、いや教える一緒に、はい、あ、そうですね、教えればいいでしょ、教えていただいて、もしあのお時間があれば、はい、すっごい優秀なアプリ知ってるよ、あ、そうなんですか、アプリでいつも探されてる、食べログ知ってる、食べログは確かにいいです、はい、そうですよね、あ、そう結構参考にする派ですか、星とか、いや、まあでもなんか、うん、でも結構自分で探すかも、その人に聞いたりとかで、うん、はいはいはい、その美味しそうだったお店は一応チェックしとく、あ、そうです、ね、忘れちゃうじゃん、うんうん、そうですね、そうです、だから一応それで保存して置いとく、なんかでも検索かけてもなかなか出てこないお店とかありますよね、どんな、いや、わかんないですけど、そのなんか知る人ぞ知るお店、隠れ家じゃないですけど、うん、そういうサイトにも載せてない、サイトに載せてない、なるほど、なんかそういうところケンさんいろいろ知ってるんだろうなって思うので、なんかそういうところも行ってみたい、俺行ってるとこ大体チェーン店ばっかだよ、そうなんですか、うん、本当ですか、本当本当、え、個室とか入りますよね、でも個室とかでご飯食べられますよね、でも個室なんて行かない、うん、そうなんですか、個室なんてほぼ行かないかな、あ、もう普通に大体開けたとこで、そうなんですか、そうだよ、あんまり行かないよ、あ、そうなんですか、個室って芸能人の人って個室いっぱい行くのかな、いや、でもなんですかね、計算ぐらいのレベルになると個室行かないと大変なことになりません、うん、そうですよね、いや全然平気で気にしたことない、あ、本当ですか、なんかそれはその相手の人が気にするような人だったら、はい、一応個室は用意するけど、まあ、そうですね、はい、自分だけだとあんま気にしないかもな、あ、うん、だってご飯食べてるなんてさ普通のことじゃない、まあそうですね、なんでコソコソしなきゃいけないの、確かに確かに、コソコソしてるわけじゃない、思わない、そうですね、なんでこっちはコソコソしなきゃいけないのって思わない、コソコソはしてないです、あのやっぱりお仕事の話とかするときにはやっぱり、うん、そんなのダメだよ、外で知っちゃダメよ、あ、もうそうですね、個室でもダメですよね、どうすんの、そのたまたま来てたお店の個室の、はい、あのサーブしに来るその店員さんが、はい、その日の求人のあれであの来てた、そうだからその日だけ来てたみたいなやつだった可能性もあるじゃん、確かにそうですよね、センター分けはいつからセンター分けにしたい、いや僕長いです、ずっとですね、なんでもうそんな印象じゃなかった気がするんだけど、うん、5、6年、あ、いや、そんな前髪長かった、長いです、でもこれ短くしてる方なんですよ、もっと長かったっけ、もっと長かった、話したぐらいまで長かったですね、嘘、そうなんですよ、そんなだったっけ、はい、なんか変わったんだよな、本当ですか、何やった、髪をなんか垢抜けたよね、あ、本当ですか、何したの、眉毛整えた、眉毛は、眉毛サロンはもうずっと昔から行かしてます、前から行ってる、前から行ってますね、あの頃から行ってる、あの頃からずっと行ってます、何なんだろう、なんか変わりました、俺の知ってる影山くんじゃないんだよな、え、どんな感じでした、なんか輝きが増してんだよね、あ、わ、ありがとうございます、何いいな、何やったの何やった、何もやってないです、何かあった、何、あ、でもトレーニングをしてます、体力作りで、そっか、なんかこのロードバイクって言うんでしたっけ、うん、あれを漕いだりとかっていうのは、うん、やってんの、やってます、ライブに向けて体力つけないといけないので、偉いね、はい、やってますね、全然喋んないじゃないじゃん、そうですね、今すごくこうダメだよ、定段はバランスよくいかないと、そうですね、確かに、そうです、僕はちょっと喋りすぎちゃいました、僕一個質問いいですか、ダメ、ちょっと厳しいいいよいいよいいよ、いいですか、何何何、ちょっとテイスト変わっちゃうんですけど、うん、テイスト変わるというか、はい、あのなんかケンさんの思うなんかその大人な男性とはみたいな気になってて、どういうこと、え、なんかその、まあ、雑誌とかでもたまにあるじゃないですか、その自分の美学とかなんかそういう大人ってどういう人みたいな、うん、まあ、自分の中の大人って多分僕まだ全然経験も浅いですし、うん、なんか多分分かってないところとかあるんだろうなと思って、やっぱ人生の先輩であるケンさんの思うなんかその大人の男性っていうのはどういう大人の男性像みたいな、大人の男性像、今いくつだっけ、26、今年6になります、何歳だっけ、僕は27になります、6月で26、21なんだ、はい、若いね、大人の、はい、憧れの大人の男性像、はい、なんかこの方はやっぱこういうところが大人だなとか、あ、
僕がずっと好きな憧れる男性は、はい、所ジョージさん。あ、所ジョージさんが好きだね。どういったところが好きですか？いや、考え方も。考え方も。考え方の所さんが持つ独特な哲学だったり、はい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 、いつでもずっとこうなんかその真剣に遊んでる感じ。はい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 。確かに。何事も広く浅くじゃなくて広く深く掘り下げる人だから、物事を、はい、そういうところにすごく尊敬しできるというか共感してますね、はい、なるほど、うん、やっぱあとあれですよね、あのご飯行くときはコソコソしないで、うん、堂々とご飯を食べるっていうことがおさのあれですか？いや別にいいんじゃん、個室は行かない、個室行ったらいいじゃん。僕らもめったに行かないですけど、まあ、そうですね、はい、個室さんもまあわかんない、ほらやっぱね若い人たちも大変だから、うん、そんなこともないですね。キャーってキャーって来ちゃう。そんな経験あんまないですよね、ないです僕ら。俺たちはもう、俺の場合はもうシッって言ったらもうみんながつってこうやって、ドローンする。そうですね、ドローンしちゃうから、ね、ドローンするんですね、うん、なんかでもあれだよね、声が独特でいいよね。あ、なんか前も褒めていただいてありがとうございます、うん、なんか俺ずっとなんかに出てきそうだと思ってんだよな。何かですか？ジョジョの奇妙な物語に出てきた。出てきたよね。ないですね。出てない？出てないです。ジョジョポーズとかやったことないんで。ジョジョっぽい、ジョジョに出てきそう、うん、いいよ、なんか。ありがとうございます。いいと思う。でなんかそのまあそれにも通ずるんですけど、うん、僕今年26歳になるんですけど、うん、なんかその26歳の時になんかこうやっておけばよかったとか、そのなんかアドバイスみたいなのってありますか？まあ、僕らが、まあ、今デビューしてまだ1年も経ってないんですけど、なんかそういう僕らに言える先輩からのアドバイスというか、言える、はい、アドバイス、はい、ないね。ないですか？ない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 。なんかじゃあ仕事じゃなくてもなんかプライベートでとかってありますか？なんかその何が26、7の、はい、なんか勉強しといた方がいいよとか、なんか何を磨いとけばいいみたいな。そうだな。あ、そんな質問なんかされたんだよな、この間。あ、そうなんですか。うん、そんな質問された。その時は何とおっしゃってたんですか？お好み焼き屋さんかな、なんかね、働いてるバイトの男の子に、はい、プライベートですか？うん、されたんだけど、その子なんか俳優目指してる人だった。あ、そうなんですね。で、なんかその人はみんなにその質問をしてるんだって、うん、いろんな人に、はいはいはい、で、今のそのだから26、7、27の自分に対してもし言えることがあったら何ですかって質問してきたの、はいはい、すごいいい質問じゃない？そうですね。だからこの今44歳の年齢の僕が当時のその26とか27の自分にもしそれだけの年月を経て、はい、時間が経って、はい、今のその26の27の自分だったとしたら、はい、何が先輩として、うん、経験者として言えますかっていう質問だったの、はい、で結構面白くて、その子が言ってたのはやっぱりその真正面からその質問に答えてくれる人は少なくて、基本的にはみんなはぐらかすんだって、質問を。まあそれはでも自己と向き合うってことじゃん。そうですね、そうですね、そうですね。っていうのは自分がもしかしたらしてこなかったこと、うん、なのかもしれない、はいはい、その助言は、はい、だから言わないってみたいな。あ、そうなんですね。面白いよね。そうですね、うん、深い、深いですね。この番組でする話じゃないな。めちゃめちゃいい話。え、もっとなんか、え、何が好きなんだっけ、寿司、え、俺スパゲッティみたいな、そういうレベルでいいんじゃない。え、そうなんですか。ちょっとケンさんにちょっと、まあ、お願いと言いますか、ちょっとあのお願いばっかり。いやすみません、ずうずうしいんですけども、うん、まあ、ケンさんめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。洋服とか、うんうん、結構僕のタイプなんですよ。でもだってサイズ感が違うじゃん。何センチだっけ？僕は、足ですか、靴ですか？全体。あ、全体的に身長180。あー、無理無理。いやいや、入ります入ります。俺の服なんて着たらもうツンツルテンになっちゃうよ。ツンツルテンになっちゃうよ。確かにそれぞれのシルエットがありますね。うん、それで俺のパンツなんて渡したら、何、普通のレングスがもう
あの七分丈とかのパンツになっちゃう。そんななります。それでも、なんならもう短パンになっちゃう。いや、そこまでいかないです。そこまでいかないです。なんか、ケンさんがあの着なくなったお洋服とか、もしあれば。絶対着れないって、そんなでかいの、180センチの人が着るような服持ってないよ。いや、でも結構、見させていただくと、ジャケットとか、あ、これ、僕着れるかもなってのあります。無理、多分無理だと思う。なんか、オーバーサイズとかあったら、どうですか？オーバーサイズでも、だってオーバーサイズじゃなくなっちゃう。まあ確かにジャストサイズかもしんない、まあ、俺でオーバーサイズなんだから、はい、影山くん来たらオーバーサイズじゃなくなっちゃうじゃん。いやでもそのケンさんがツンツンテンスーツの出来上がりになっちゃうケンさんが着られてた洋服を着ることに僕は意味があると思うので、うん、どういう意味があるの。いやそのやっぱりなんていうんですかね、そのケンさんが着られてたっていう。あそういうこと、はい、大丈夫、いっぱいいるから。え、何ですか。北山もいるし、あと平野たちもいるから、はい、そこら辺からもらえば。いや、ケンさんからもいただきたいです、ね、確かに。ほら、そろそろ締めだって。そうですか。いや、そのあのでもケンさん、その後輩とかにあげたことってありますか、服とか。ある。やっぱ嬉しいですよ、後輩からしたら。知ってるよ。ちょっとだから、いただ知ってるよ。いただけたら。もし機会があれば。誰、あ、そうだ。岸に前あげたのかな。あ、そうなんですか。あげたかも。ぜひ僕らにもお願いします。あのご検討よろしくお願いいたします。どんな服着てるか分かんないからさ。いやもうケンさんが着られてる洋服が全部大切なので。いやあげたい、あげたい、大切にしてくれんならいいけど。大切にします。確かにそうですよね。大切にしますよ。なんだこれ。いや、やばいですよ。着れねえじゃんこんなの。着れるこれ、みたいな。大切に、はい。こんなの着れなくない、みたいな会話とかを想像したらあげられないね。そんなことしないです。確かにそれは怖いですけど、うん、怖い。そんなことしないです。そんなことしないです。そうだ、大切に使わせていただきます。そう、はい、もしあのはい、機会があれば、機会よろしくお願いします。ぜひ、まあ、あの、片隅に覚えておきます。ありがとうございます。俺もなんか質問はぐらかしたみたいな感じになってたそうですよね、ちょっと、うん、もしよければ聞きたいんですけど。その子がね、言ってたのすごいいいことだったんだけど、すべてのお金を全部自分の、うん、あの、スキルアップに使ってるんだって。ああ、そうなんですね。そう、だからそれはすごい、その子は20歳ぐらいの子だったんだけど、はい、まあ、洋服買いたかったりとかさ、うん、なんか趣味のことにお金使いたいじゃない、はい、でもそれを全部ワークショップとか、お芝居やりたいからお芝居のワークショップだったり、うんうんうん、なんか舞台見に行ったり映画見に行ったりとか、そういうことにお金を全部投じてて、うんうん、その先行投資はすごい素晴らしいなと俺は思ったから、はい、俺が20歳の時そんなことは考えてなかったから、ね、うんうん、洋服買いたいもの買って、はい、先行投資なんて二の次でさ、はい、今思えばだからそういう風にその頃みたいにやっとけばよかったと思うから、うんうんうん、まあそれぞれさ多分今ね、もちろん洋服に興味があったりいろんなものに興味があるだろうけど、うん、俺はその20歳の子の考え方がすごく素敵だと思った、うんうん、全部その自分のスキルアップのために全て時間とお金を使うっていうのは、うんうん、その若い時にやっとけばそれって絶対自分の血となり肉となり、うん、そうですね、結果になるから、そうですね、はい、それはすごくいいことだと思ったけど、はい、まあ、君たちはほらどっちの道に行くのか、うんうん、ね、やっぱり誘惑ってあるじゃん誘惑ですね。あんなこと言われてたけど、あの別になんかスキルアップとか洋服買っちゃえよ洋服買っちゃえって、洋服買っちゃえって、頭の中の悪魔が、うん、買っちゃおうかなっつってそこを自分のために投資するっていう、そういうこと、はい、時間とお金をね、はい、うん、っていうふうにその方が言ってたってことですか。えっていうふうにケンさんも思ってるってことですよね。そう、俺はその話を聞いて思ったし、まあもし自分今の26歳の自分に言うならそれを言うかな、うんうんうん、まあそれ言われたところで俺も多分洋服買っちゃうけどねそうですよね、そうですよね、うん、いやーすごい、あの面白いお話ありがとうございました。でこの後トベバーの収録ですので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。